えー、9月になりました。9月1日、朝5時11分の相場解説になります。まあ、月が変わりましたんで、必ず月足を見るようにしましょう。えっと、赤い線引いてあるのを見えますかね赤い線を随分前に私がこういう風に引きましたけども、まさにこの通りにしばらくね、推移してますよね。まあ、ここもその通りですけどね、こんな感じで。うん。まあ、だから、下り目線、下目線っていうのが、 マンスリーで見ることができるということです。で、次が週足です。週足はまさにですね、ここもこういうふうに降りてきているところですね。で、えー、このゾーンに当たれば、やっぱりこう上に跳ねていくことが考えられますんで、テクニカル的にはね、えー、まあ、こう下に行って、こちらの104円の 3 0 0あたりですかね。から上昇に向かうのかなというところですね。もちろん、今回は安倍総理がね、変わられたんで、そこの状況を考えると、今まで通り、このゾーンに当たれば上に行くっていうのが成立するかのどうかなってところはちょっと警戒しなくてはならないところですね。では、デイリーの方になります。1日足を見ていきましょう。チャート1本が1日です。 えー、中央にある黄色いゾーンに絡んで、ローソク足ってのが、ぐにゃ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 いってるのが、昨今の状況ですね、うん。全体的にはね、こっちの方向に向かっていることが言えるんではないかなと思いますけども、だいたいこの辺りから1日4時間、1日足っていうのは、瞬間的には上昇に向かうこともありますんで、うん、警戒しなければならないとこですね。4時間の方でしっかりと方向性を見てみましょう。 はい。4時間ですけども、9月はどうですかね、うん、大きく分けて、この上に行くのか、下のところに展開するのかってことになると思いますけども、今のところ判断突きかねるところですね。うんまあ、横ばいと言ってもいいでしょう。大体いいね、あのー、この相場の動きっていうのは横ばいが多いんですよ。6割から7割ぐらいが横ばいで、いわゆるレンジを作ったりしているんですよね。で、トレンドって言って一方的に上目線、一方的に下目線っていうのは、 まあ3割前後の瞬間にそうなるんでえ、そこでトレンドを捉えたら、まあそちらのトレンドのね、流れていく方向に後追いで入っていって、まあ利益を出していくって形になります。まあこれがテクニカルですね。で、最後1時間を見てみますけども、1時間はエントリーする時間帯ですから特に慎重にならなきゃいなりません。えっ、ー、とね、あ、4時間の時にちょっと言い忘れたんですけども、4時間の時にダブルボトムが出てるんですよ。ここと、ここにダブルボトムがね。 ということなんで、ダブルボトムが分かった方は1時間で、この上昇波動が昨日は取れていたんではないかなと思いますね。私はちょっとね、気づくのが遅れて、取れなかったというか、ちょっとね、ロスカット受けたんですよね。9000円ぐらい。まあでも気づいたことは気づきましたね。ダブルボトムなんでこれ上昇していくなと。どこまで上昇するかっていうのが、まあ一つはね、ここだったと思うんですよ。だからここを破ったら、もう一回上昇トレンド来るんで、えー、 倍ででね取れるかなと思ったんですよ全体的な流れはセルなんですよ。でも瞬間的な倍を1時間で取っていけるかなと思ったんですけども、残念ながら入ってしばらくして、このね、<laughs> 青い忌々いましいのに引っかかってしまいました。まあこれはね、私予見できなくもなかったんで、何を焦ったんだということですね。で、ここで N を書いて、こういう風に上がっていくことが今考えられます。で、その後、ここの力点に触れて、下の目線、本来の目線に流れるのかな、もしくはここに、 触れて、本来の目線、下目線に行くのかなってことがね、考えられたんですけども、えー、この辺りで私はちょっとロスカットを食らいながら、もう一回倍のチャンスで、えー、取っていこうかなと。で、もしかしたらもう、このね、ネックライン越えずに、下の方に行くのかもしれないんで、そこは確保しないといけないですね。うん、というところが、今日の相場解説になります。 ではね、9月は8月と違って全く新しい流れになると思います。えー、理由は2つですね。夏というね、夏時間っていうのが終わりに向かっていくこと。ね、サマータイムっていうのが。それからもう一つはやっぱりドル円に関しましては、あの、国の代表が1人変わったってことですね。これはすごいインパクトなんですよ。国の代表が1人変わるだけでこれ、1日にこれだけ出るわけですからね。まあですんで、その影響っていうのはもう少し後まで、えー、出てくるんじゃないかなと。 それ警戒するべきところだと私は考えております。それでは本日もよろしくお願いします。今月もよろしくお願いします。